はい、どうも。高校生の時スキヤで働いてて、ヤンキーに牛丼つーダク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 でって頼まれて、そのダクの数だけダクダクにしてお茶漬けで出したらヤンキーに切れられたアッキーです。今日ですね、モンガラエリアの立ち回りの実況じゃねえや、解説していきたいと思います。自分、まあ上手くないし解説とか苦手なんですけど、モンガラ唯一得意って言えるかなって感じですね。なんて言ったって勝率9割ぐらいなんで、多分対抗戦じゃ負けたことありません。はい、ちょっとね、2つエリアがあるってことでね、仲間ゲットとかあるんですけど、それでも自分は勝てます。はい、ってことでやっていきましょう。まずはシードをここに置いて徐々に攻めていきます。なんて言うんだろう、やっぱシードが強い。52ガロンね、ちなみにシードが強い。徐々に攻めていきます。この四角いやつを使ってうまくね、抜かれ、チャージャーには抜かれないように、ボムでもやられないように、徐々に攻めていきます。で、ここに敵がいるから、結構いるから、ここだからシードは、あとちゃんと上も見てね。ここに置いて、あそこ、今撃ってる場所、あそこ、ここ、ここ、ここを撃つ、基本的に。敵がいないときは。で、メガホンが溜まったら、溜まったじゃないですか。自陣がやばそうだったら、自陣にこっから撃ってあげる。そうすると、味方も行きやすいし、敵も引くんで、一旦エリア取ることもできます。普通にこっちがやばかったらこっちでもいいんですけど、で、ここ強いです。で、ここに引っ掛けれてる人もいるかもしれないんでね、しっかりここを打ちます。で、そう、この壁を利用して反射でつけてもいいと思います。そしたらボムでもやられないしね。で、要注意はこの裏から来るやつ。仲間に任せるのもいいけど、まあ、一番いいのがここの今壁ちょっと塗ってあるじゃないですか、壁。そこに、あ、で、ここに張り付かないな。とりあえず、反対側も見てあげる。一番いけないのが、反対側のチャージャーから抜かれるの。バレるからやられるの。ダメですね。で、この壁を塗っとくことによって、張り付くと裏が見えるんですよ。来てるか来てないか。で、こうやって塗っとくと、マップ見た時も見えるし、裏からこう来てるかなって。で、壁に張り付いてると、今みたいに、そのエイムを左にずらすことによって、うまくシールド置けるわけですよ。で、中身によってはこっちから裏見てくれる人もいるから、対抗戦とかだったら、まあ壁に張り付く必要ないかもしれないけど、張り付きながら、シードを左に展開できるんですよ。こうやって。だから、まあ張り付いててもいいかなって思う。俺は。ただ、一番やっちゃいけないのが、反対側のチャージャーバレルにやられるの。バレルっていうか好きな、うん、で、前線上げるときは、こうちょっとずつ、シード投げてからちゃんと出る。しっかりね。で、シードの前、で、大体このラインかな。出ても。自分は。結局、モンガラって死んだら復帰がすごい辛いから、出ても、今、シールド置く手前あたりですね。これをやれば、勝てます！うわぁ！って感じですかね。ってことで、シールド、ちゃんとあそこ打って、これをするだけで、もうモンガラ勝てちゃいます。キルなんてしなくても勝てちゃいます。で、しっかりね、こうやって置いて、色塗るだけでもエリア取れちゃうんで。一回絶対敵は引くんで。これだけで勝てちゃいます。さて、これを今日はガチマッチでやっていきたいですかね。では、ガチマッチ、行ってきまーす！はい、それではガチマッチ、ガチエリア、モンガラキャンプやっていき、マッチョでボイーン。はい、ってことでやっていきましょう。お腹もいい感じじゃない？先生は。塗りも、キルも、できてる。ま、塗りで、まあ、行くぜ！まあ、初動は右。自分は絶対右。って思ってます。人によってどっち行くかっていうのは決まるかもしれないけど、俺は右。シールド持ちが右かもしれない。どうするって感じですね。で、右行きます、自分は。いますね、いますね。あー、ブラスターっすね。で、やっぱりシールドを使ってうまく徐々に入れていく。わかりますね、今みたいに。徐々に詰めていく。で、あそこに沼ちゃんがいるんで、ちょっとあったいか一発当ててやばいと思って、引きのこの神エイムで倒しました。本当にキルしなくても勝てる立ち回りだから、見てて本当に。で、自陣がやばいなって思ったんで、こっちはもう余裕で人気でしたんで大丈夫じゃないですか。自陣がやばいんだって思ったんで、メガホンを自陣に打ってあげる。そうすると、仲間が攻めやすくなる。まあ、敵は倒せなかったけど、仲間は攻めやすい。で、そこで死んじゃうわけよ。だから、さっきも言ったけど、復帰すんのにすごい時間かかるから、前線は上げても今のはしかない。メガホンが後ろとね、シールドの前に出ちゃってる。今のはしゃあない。死に方は。これで、味方がいてくれれば対抗戦だったら、ちょっと引いて。つって飛ぶことはできるけど、ガチマッチだと前線上げすぎて死んだら意味ありません。結局ガチエリアってエリアを取ること、わかります？ある
エルテを取ることだから、結局は死んだら意味ないわけよ。結局シールド置いてうまく塗ってればいいわけ。ほらこうやって引かせてうまくエリア塗って、結局エリア取れればいいだけ。ほら取れちゃうでしょ、キルしなくても。まあボムランしゃあない、うまくシールド置いてメガホン貯める糧となりましょう。はい、でうまくシールドを使いこなして徐々に攻めていく。死にそうっすねうまく徐々に攻めていく。難しいね。でメガホン溜まったらもういいっすね。これは自陣使いましょう。はい、これでキルできるんじゃない。ほら2キルできた。あ、これ今後で1キルです。もう何て言うかわかんない。で、敵陣は、まあ、2人2枚、センサーであっちっての分かったんで、色塗ります。色塗れば絶対帰ってくるんで、やばいと思って。絶対帰ってくるんで。多分帰ってきます。多分かい。で、顔もしっかり塗っとく、さっき言ったけど。で、そこにシールド置くだけでもう敵は来にくくなります。で、攻撃は 1.6 積んでるんですけど、1.6 積んでる意味は、あれですね。あの、1.6 積んでると、5に、あ、違う、シールド同士の戦いで、シールドを早く壊せるっていう権利。権利っていうのかな、早く壊せるっていうのと、防御積んできたやつでも2角で倒せるって感じですね。で、これはシールド、メガホン溜まってるじゃないですか。でも仲間飛んできてんで、一回優しいシールド置いてからの、まあ、自陣に置いてあげる。ほら、ナイス押してくれてますね。優しいシールドは強いです。で、メガホンで3切り。ニヤニヤ。って感じですね。あ、これまずい。あ、もうこれ死んだと思いました。でも仲間がやってくれました。若葉ナイスって感じですね。バリア使ったのに倒す。神だと思う。俺にしか目がいってなかったんですね。で、壁に張り付こうかなと思ってるんだけど、もう前から2人来てるの分かってるから、センサーで。ほら、シールド置くだけで引ける。ほら。シールド、分かりますかね。あ、今のは、これはちょっとダメ。2人死んじゃったのは、アカン隊ですね。アカン隊っていうのは、アカン隊定期チャンスと言って、いや、違いますね。今のはアカン。しっかり引くとこは引かなきゃいけない。特に2人死ぬっていうのはほんとダメ。ガガガってほら今わかるでしょ、すごい攻められちゃってるわけ。そうするとだいぶ辛くなります。だせめて1人ヘイト稼ぎだけだとしても1人はいてほしい。で、まあ、こうグイグイ来られるともうバレスピなんて入られちゃってるきついわけよ。一旦ならばでしょ、バレスピだときつい。うん、まあこれはもうエイムでのご利用しですね。でしっかりメガホン貯める。ほんとにグイグイ行かなくてもやばいと思っても落ち着こう。で、メガホン溜まって、まあ、自陣をとりあえず取ってほしいわけよ。敵陣より自陣の方が絶対カウントストップできることできるから。で、ここはなぜかのか、まあ、神エイムではなかったけど、でもここで逃げる。まあ、なんだね、まあ。で、しっかりしておくことによって、敵側のチャージャーから、今大丈夫だったでしょ？ワンチャン抜かれたかもしれないから、ワンチャン、100匹ワンチャン抜かれたかもしれないから。今のは良かった。で、まあ、敵陣は取れてるわけ。で、自陣が取れてないのは、まあ、見たらわかると思うんだけど、今のはなんでしないかわかんない。多分ボムコロってして、この右にある四角いところに跳ね返って、シールドに当たりましたね。不幸中の不幸ですね。キラッ。いやー、でね、これはね、残り40秒じゃないですか。で、今、リード的にはこっちが勝ってるじゃないですか。絶対右って言ったけど、ここは、地襟を取って、とにかく止めて、もう維持で勝とうっていう作戦です。こういう時はやむを得ないけど、もう負けてる時はとにかく右。まあ、ほんと時と場合によっては左とかもあるかもしんないけど、敵、あれ、味方が右2人行ったとか、それでも僕は右行きますけど。で、こうメガホンはわざと遅くしたんでしょ。遅くすることによって相手を引かせるチャンスを与えるっていうね。ここを濡らせない。エリアを濡らせない。相手を引かせるチャンスを与えたってことですね。チャンスというか。で、しっかりエリア止めて、残り2秒でカウントリーだったけど、しっかり止めてね。勝ちですね。これは完璧な頭脳派です。はい。もう切るなんて必要ない。なんて言うんだろう。結局は立ち回りだから。今言ったことをしっかりやれば、ほんと知らない立ち回りが大切ですね。さっきみたいに何回か仕方ない死に方もあったけど、ほんと無駄な死に方もあったわけよ。あ、でも結構キルしてたな。でも無駄な死に方もあったわけよ。それはダメ。それじゃ勝てない。俺が言ってんのは、しっかりした立ち回りでエリア塗れば、そう、味方の陣にも塗ってあげてサポートすれば勝てるってことです。では2戦目。これ3回連続取ってるんで、はい。今日のガチマッチを3回連続取ってるんで、モンガラ。3回とモンガラ来たんで。それを見せていきたいと思います。本当にこれをやれば勝てるよってことを見せてあげるから。で、ここ全然人いないんで、まあ、シールド置かずに行きましたね。で、上に多分あれ、ハイカスですね。ハイカスがいたの分かったんで、一応シールド置きつつ、ほら、塗れるわけですよ。で、あそこ打つ。今打った場所。で、裏も一応塗っとく。なんて言うんだろう。敵がいないって分かってても予測っていうのかな。で、ここ置いてしっかり。なんて言うんだろう、やっぱシールド置いとくことによって、今、ワンチャンやらせたかもしれない。直撃取られて、ブラスさんに。シールドは絶対置いてください。で、ハイカスはキル速度速いんで、シールドもすぐ壊れちゃうんで、置いてもすぐ引く。死なないことが大切だから。
そうそうそう。で、こうやって徐々にシールド攻めて。でも、地襟がいいか、でも3落ちなんだよね、ここで。そういう時は1回引く。死んだら意味ないから、ほんと何回も言うけど。で、ここは M のゴリ押しです。危ない危ない。で、ダイナモが多分捨てちゃんなのか分かんないけど、飛んできてくれるから、本当に生きておくことが大切。で、シールドを置くと、こういう風にガンガンいけるわけですよ。で、置いて、あれ、肺活やれますね。今のは、いい感じでした。で、仲間が自陣取れないからって、こっち2人来ちゃってるんですよ。これ、対抗戦とかでやっちゃってまずいっすね。まあ、今みたいにダイナモがね、エリア塗ってくれるんだったら、また話別ですけど、ずっと維持ではできないと思うんですよ。今もロンカスいたと思うんですけど、ロンカス、ロンカスだね。で、しっかり壁を使って、こう、しっかり裏を見る。で、裏は来てないなと思ったら、まあ、バリア持ちがいたんで、一回引きましょう。ギリ生きてるんで。本当に何回も言うけど、生存が大切。で、こうやって塗れるんですよ、シールド置いて、本当に。ただ、ちょっとあの配下さえやれないね。メガホンで引かせることぐらいしかできない。あ、でも、誰もやってくれたらナイスですね。そうです。まあ、結局は立ち回りなんで、ダイナモバッシャン、バッシャン、何回ある、ヘラルスゴー、ワッシャン、バッシャン、何回あり。で、シールド置いておくことによって、今みたいにダイナモがコココってこうやって来れるわけです。いやー、ダイナモ塗り強い。センサーもいいしね。で、メガホン溜まりそうだったら、そんな極力攻めないで。これで出た瞬間にボム投げられたらダメ。で、今ダイナモンがやられたじゃん。で、そしたら引く。で、バリア持ってるんで、おぉ。エリア取れたのはこっちなんで。で、こう、わかります？もう取れちゃうんです、エリアが。あー。今のはシールドの前出ちゃいましたね。今のは完全な初歩的ミスですね。で、こっちに落ちしちゃったんで、これがダメなんですよ。もう二人落ちちゃってるわけですよ。これダメ。そうするとグイグイ来られちゃうんですよ。まあ、これはね、敵さんが来てくれてなかったんでよかったんですけど、今まで敵来られて、あそこの下にブラスターなんて入られたら、もう攻めるのは難しいです。強人なんて仮に無敵じゃないから、一発当てられたらもう終わりみたいなもんだから。そこは大切にね。で、ここでシールドとね、うまくシールドじゃない、シールド取れないで。でもそこに仲間飛んできてるからまずいと思って、シールド、あ、まあ、大丈夫か。大丈夫でしたね。で、ここで、まあ、とりあえずメガホン溜めつつ塗る。これだけでも塗れちゃうんだよ。強くない？まあ、今のはまあ、なんか、いるなと思って普通に行っちゃいましたね。まあ、ダイナモがステジャンで生きてくれてるから。で、前線上げても、さっきも言ったけど、ここまで。これ以上は行っちゃダメ。リスキルすんとかあったらまた別やけど、ダメだよ。ダメだからね。で、うまくそこに、ここにシード置くだけでもだいぶ強い。仲間今なんで死んだかわかんないけど、ここにシード置くだけでもだいぶ強い。だいぶ強い。ほらね。で、あそこを撃つ。敵が来てるかわかんなくても、あそこに、撃つだけで強い。で、これはちょっと沼っす。エリア内に2人は。で、シールド溜まってんで、様子見ながら、カウントもリード取れてるんで、まずい時、相手がバリアで打開してきた時とかに、シールドを使うと、シールドじゃない、メガホンを使うと結構いいですね。だから、もう、スペシャル溜まったらすぐ使いたいっていう人多いかもしれないけど、そこは耐えて。勝利のために耐えて。そうそう。俺が言ってることで、これバリアの音聞こえたじゃん。そしたら1回引く。で、シールド使う。でもこれはスパシャが当たっちゃった。これはね、シールド、まずメガホン打つ前は絶対シールド置くっていうね、ことをね、忘れてつい使っちゃいました。今のはもう初歩的なミス。こういう初歩的なミスをなくせばもっと良くなると思う。で、これちょっと沼だったけど、ギリ生きてましたね。とにかくやばいみたいな感じで飛んじゃったんですけど、そこ反省ですね。で、うまくね、そこはね、うん、まあ2落ちしたんで1回引きましょう。とにかくメガホン貯めて、まだ全然リード勝ってるんで、焦っちゃダメ。まずいまずいってなっちゃうんだよ。で、こうエリアを塗る。しっかりね。ちょっとずつ攻める。ちょっとずつ攻める。で、シールドが切れたとともに、前に出て、シールド置いて、ちょっとずつ。ほら、これだけ濡れちゃうんだよ。で、まあ、バリアやられたんで、一回引く。ダイオンの場合は、このまんま橋の上行っちゃえば、ダイオンなんて全然回避できちゃうんだよ。で、さすがにダブルのスペシャルはびっくりしました。結構引きましょう。でも、なんだかんだスペシャル終わった時って、相手、なんて言うんだろう、やりやすいですね。で、ここにいるだろうって予測でやりましたね。で、溜まったんで、これはちょっと敵陣より自陣に打った方が良かったかもしれないですね。まあでも、まあこれでエリア取れちゃうんで、まあいいでしょう。で、最後これダメ。これダメ。これはダメ。これはむっちゃけってなんだ。むっちゃけ戦犯かもしれない。これで負けたら。だからやばい、急がなきゃと思って、これで正面で普通にエリア止めんのもいいけど、正面3枚、今2落ちして多分3枚絶対行くんで仲間。それを予想して3、相手3枚をヘイト集めて、右のハイカスにこっちをヘイト集めて、正面を行かせないって作戦です。自分的にはね。絶対前のハイカスってほんと強いんで、こっちにヘイト集めます。ほら、ハイカス見てくれてんじゃん、自分のこと。で、3人正面行ってれば誰でも見るし、絶対エリア止められると思ったんですよ。止められてか、とりあえず、カウントストップしてくれれば俺がメガホンで、自陣に打つんで、で、自陣に打とうかなと思ったけど、まぁ、こっち行きますよ。で、これで、シールド置けば、相手を引かせてエリア取れるわけですよ。
今みたいにあれ吐いてくれてたじゃん、バリア。わかります？でも、なんて言うんだろう。やっぱ、なんて言うんだろう。メガホンってすごい弱いけど、使い方によっては相手を誘導、バリア博士、スペシャル博士できるわけですよ。だから、うまく使えば勝てます。見てください、ロッキリさんですよ。これ全然キルもしないし、ジェスも3回、まあ、悪い死に方何回かあったけど、全然キルしなくても、やることをやれば勝てるわけですよ。結局はエリアを取る、エリアを守る、エリアを確保する、エリアを維持する。これが大切なわけですよ。キルじゃないんですよ。結局立ち回り。これをやってれば本当にね、全然、エスプラじゃなくても、別に、A 隊に入りたいな、S 隊に入りたいな、エスパイになりたいな、完走したいな、っていう人はできます。自分完走した時は、これを絞ってやったんで。みんなもね、うまくやればできます。で、これもね、正面3枚いってるんですよ。でもこの時、2連勝で勝ってるじゃないですか、今。で、俺なんかいけんじゃねみたいな感じで、別に敵でもやるんだろうみたいな感じの、なんか、ワクワク感。ワクワクさん、よくわかんないけど、まあ全然勝てるだろうなっていう。で、これバリハクセル。シールド置いとくことによって、一応シールド置いとこうっていうことによって、全然、できるんですよ。で、これは完全に1対1ですよね。別に何も考えていません。とりあえず勝たなきゃって感じですね。で、これはまあ自分で、予測通り、予測通りっていうのを勝って。で、この人バカですね。いずれにいるだろうな。ただのバカっかりか、リーバービースと、ポトクス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 って感じですね。で、これで、自陣がやばそうなんで自陣取ってあげます。3人もいるのに自陣取れない、ちょっとどうかなって思ったけど。で、こう来てるじゃないですか。で、うまくハメを使って、こうやって。そうだ、ここに置くだけで敵来れないんですよ。で、一回すごい壊されちゃったら、今度はここの壁。で、やれます。あそこを打とう。さっきも言ったけど、あそこ打つ。それ強い。で、大王はうまく避けて、シールド置いて、やりましょう。ただ、これはね、ちょっとやられたのはね、ちょっと、まらららららって感じだったね。だってさ、今のシールド出てたって感じ。まあ、しゃあないな、今のは。で、何回目けど、とにかく右。仲間は正面行くんだよ。だから、チャーニーって言ってたんで、ちょっと塗り弱いんだけど、3人行ってんだったらエリアぐらい取ってほしかったね。普通に。で、ここでバリアかけ。で、ダイオ吐いたら、ここの上。ここの上。絶対大丈夫。ただ、このこれはクソエイム。網で全然どこにいるか分かんなくて、やられましたね。まあ、これはね、まあ、上手い人当てられたかもしれないけど、自分は、網で全然見えなくてやれなかったです。はい。で、ここで、右行きます。正直、まだ48秒あるんで、全然諦めてません。で、どんどんグイグイ込められちゃったんで、パブロ溜まってないかなって思ったら、結構溜まってないんで、もうここは行くしかないと思って降りました。ただ、溜まっちゃったんで、ここは、うまく吐かせて、まあ、塗りが弱いから、本当にうまく、今みたいに分かる。なんて言うんだろう。来てる瞬間、はって、うまくやるしかない。で、ここでまた1対1ですね。一発当てて、で、ここでさっきと同じ倒し方しましたね。で、ここで普通にゴーニーガロンに打ち勝って、で、メガホン打ったら、負けました。結論、結局は仲間げ。いやー、これはきついよ。正面3人いってるのにエリア取ってくれないってさ、きつくない？せめてエリア取ってるんだったらさ、そっちにもヘイト集まるしさ、右も取りに行けるんだけどな。まあ、しゃあないな。俺がしっかり仲間の方にメガホン打てられなかったっていうのもあるから、まあ仲間ゲーって言ってるけど、相手も仲間ゲーって思ってるかもね。しゃあない、しゃあない。はいってな感じでモンクルキャンプやっていきましたけど、結局はやっぱり、仲間も大切ってことですね。でも自分はあの戦い方して結構勝率いいことは確かです。でよかったらね、面白いと思った人高チャンネル面白いと思った人高評価、チャンネル登録よろしくね。それではアッキーでした。バイバイ。